はい、おはようございます。今日はなんとカモ漁の方に来ていただいています。猟銃免許を取って旅をしているそうなんで、渡り鳥としてカモは飛んでくるんですけど、そのカモがため池にやっぱやってくるんですよね。そこをちょっと狙ってカモを取りたいと思います。それではカモ漁の模様をご紹介したいと思います。イエス、田舎暮らし。いやー、テレビやね、ネットとかでね、よく猟銃免許を取ってカモの猟をする女の子が増えているという話を聞きましたが、本当にいるんですね。なんでもまあ大学で猟銃免許を取って、今2年間、師匠の下で勉強しているそうです。なんとも時代が変わって面白くなってきましたね。自然農で、まあ、移住してきたり、カモを取るのに移住してきたりと、まあいろんな人がどんどん増えてきてるようですが、面白くなってきました。というわけで今回はカモ漁の模様をご紹介いたしました。どんどん田舎も盛り上がってきました。それではまた、オールベチャナイト。